日本チャンピオンとして迎える初めての国際大会。勢いよくリンクへと飛び出していきました。あの大会を勝ち抜いた自信を手に、母国開催ショートプログラムは最後の演技者。今シーズン90点台の後半を全日本も含めて3回も出した自信のショート。パリの散歩道、演技に入る前、羽生は少し笑いました。4回転のトーループ、足換えのシットスピン。トリプルアクセル。シングルルッツになってしまいました。いや、今シーズンのショートでは初めての大きなミスにちょっと悔しそうな表情も見せましたが、しかし最初の4回転、それからトリプルアクセルは圧巻の出来。最終滑走というプレッシャーとも戦って、この母国際開催の四大陸フィギュアです。最後の2人、高橋大輔、そして羽生結弦、この2人のエース対決、日の丸が多く振られています。大阪市中央体育館です。またいつものようにありがとうございましたと大きな声を出しました羽生です。いや、本田さん、はい、最後の3つ目コンビネーションの失敗はちょっと我々びっくりしました。そうですね、6分間練習の時にもシングルルッツになって転倒という場面もありましたので、やはり少しそのトリプルルッツにこう構えがあったのかなと思いますね、はい、練習でもなかなかそのトリプルルッツがうまく決まらなかったという心配な部分も出てしまったんじゃないかなと思います、はい、ただその他の4回転、そしてトリプルアクセル、素晴らしかったですね、加点をもらえるいいジャンプでした。本当にこう着氷後の流れも含めて
4回転のトーループはほぼ完璧という印象ですよね。そうですね、本当にあのステップから流れでジャンプを飛んでますので、さあ今から4回転を飛ぶぞという構えをしませんよね、はい、そしてこのトリプルアクセルの入る前のステップなんですが、はい、非常に難しい入り方です、はい、そういった部分での加点も見込めます。そしてあの今日は表情もまたより自信に満ちている感じだなというふうに見えていたんですが、やはり6分間練習からのその不安ですね。そうですね、やはりあの練習で珍しい失敗の仕方、転倒の仕方でしたので、はい、やはりそのイメージが残ってしまったんじゃないですかね。ただそれ以外本当にこう強さを見せるような演技でしたので、はい、その瞬間のブライアン・オーサーコーチです。同じ振り付けを今オーサーコーチはしてみせましたが、そうですね、いつもオーサーコーチは後ろでプログラムを踊ってますからね。あ、そうなんですか、はい、元オリンピックの銀メダリストブライアン・オーサー。さあそして羽生の得点です。現在のトップは中国ハンヤン 85.08、90点台には乗りませんが 87.65。 さあそして87.65 はハンヤンを上回ってもちろんトップに立ちました。ミスはありましたがそれでも80点台後半というハイスコアです。さあ本田さん、はい、ショートの感想いかがでしょうか。そうですね、やはり全体的に4回転を決めた後のジャンプであったり、はい、細かいミスが少し多かったかなとは思うんですが、ただフリープログラムの方では高得点を狙えますので、やはり気持ちを切り替えてフリーに向けて調整してほしいなと思います。日本チャンピオン羽生、まずはショートトップ発進です。男子ショートプログラムの結果です。日本の羽生結弦、ジャンプのミスはありましたが 87.65、 貫禄のトップ。2位に中国16歳のハンヤン 85.08、 3位アメリカドーンブッシュに続いて4位高橋大輔、羽生との差は 5.03 です。5位ナンソン、6位レイノルズ、7位以下はご覧の通りです。アメリカ勢2人が9位10位という中、日本の村隆人は8位につけています。お疲れ様でした。ありがとうございました。滑り終えたばかりの今の気持ち聞かせてください。率直に気持ち悪いですね。トーループ綺麗に決まって、アクセルも綺麗に決まって、なぜルッツミスをしてしまったんだろうという感じなんで、気持ちいいんだかなんか気持ち悪いのか分かんないような、そういう変な雰囲気です。ジャンプのミスの要因って何でしょう。ちょっとした自分の慢心だったり、またはちょっとタイミングが早かったかなっていうふうに自分の中では解釈しているので、あと冷静にブライアンとともに分析しながら、とにかくミスなくしっかりと最後まで集中しきる、それが今自分にとって大事だなっていうふうに思うので、しっかりとやりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ明日の放送も夜7時57分からです。女子ショートプログラムと男子フリーの模様をどうぞお見逃しなく。